はい。もうでかい。あ、でかいっす、でかいっちゃいました。バスボートに乗れる機会って本当ないんで、橋が一人で寂しいです。いよいよ霞ヶ浦、北浦線に乗る。いやでも全域のあのウサギの耳の部分の台までが、はいはい、エリアなんでめっちゃ広いです。入れ食いですか。そんな言葉は聞いたことがありません。一日よろしくお願いします。ちょいちょいまた最新のジーニアス事情をよろしくお願いいたします。まあそんなでも田中さんね、ちょろちょろ見ちゃってるから。見ちゃったんですけど、新しいことはでも去年のプラの段階ではあのジグザグガイドなんかもまだ秘密のシステムだったんで、はい、あれはね権利化っていうか、まあ本局ね出さないと。はい、そんな最新のやつも今日ちょいちょいお借りできたら体感したいなぁなんて思って、はい、多分すごいですよ。はい、人によって違うんで多分って言ってきますけど、はい、よろしくお願いします。やっぱ秘密いっぱい出てきました。秘密がいっぱい出てきました。ただダイナモン探しただけですよ。あ、これ今勝のブーター。スライダーさんで、なんかね、山田君が作ったやつなんですけど、動きすごいですよ。これに合うベイトがね、いるフィールドじゃないと、はい、ガオラってね、なんか食べてるのもちっちゃいイメージですね、やっぱね。やりますか。針は何番でセットしてるか、大きさを。今から決めようかなって。程よいやつを。はい。うわ。まあ、DNS オフセット、ハヤブサさんなんですけど。横に置いてこんなもんかなっていうね、はい、これでいきます。 20 TNS オフセットの20。あんまりロジックは使いません。実は、はい、やっぱ針は針っていうのは細くないと思ってるんですけど、ね、伸びるっていうのは伸びますね。うん、まあ、まあ伸びないようにタックルバランスと、はい、ここにワイヤーコイルが入ってるんで、ここに向けて知って、ユーザーフレンドリーです。はい、こっちで、秘密の割れ目があるので、秘密のかなって、よいしょ、ちょっと歪んだかな、これぐらい許してもらえると思います。
うん。青木さん、スピニングでどれかこれ使っていいよ、リグ勝手に変えちゃっていいよみたいな噂のポッキーロッドを、折れないポッキーロッドを。折れないポッキー。めちゃめちゃ強いよ、強いパッキー。めっちゃライトだから。はい。軽いっていうか薄いよ。はい。トーナメント仕様って感じですよね。わ、軽いな。これジグザグガイド。あ、初めて。去年は映っちゃうといけないなと思って。あー、これで冬の亀山のディープとかやりたいな。すんごい。ブランディングとしてはグラビアスから、まずは。なんでベイドリルつけてんのにスピニングロッドからなんだ。すごいわ。失礼します。でもベイトももちろんちょいちょい。まあ結構アメリカンブランドとか、はい、ベイトはね、大体アメリカで賄えちゃうんですよ。アメリカ人のフロットは、はい、無理だなって判断をしてもらったので、まずないところから、あ、はい、はい、どっち側に投げたらいいですか。はい、あ、コリコリを遊んでるような感じです。これが前に行ってるんで、はい、はい、うわお、レントゲンっすね、これ。動画なの、すごいな。汚いな、プロの人はこういうの見ながら釣りしてたんですね。やばいですね。質問されるんですよ。はい。どんな感じなの。はい。今も道の中に引いてる感じですよ。なるほど。どっちが興奮しますか。どっちも好きです。エロ本はまた趣があって、それはそれ。1回前なんか変な中層でドゥンってのが今一頭前にあった。あ、来た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 。名物来ましたね、はい、今日の晩御飯。この目が怖いんですよ、この目が。この目が悟ってるような目が。なんでヒゲ生えちゃったんだろう、ジョジョ。なんかもう、あ、なんか引っかかってた。いっちゃ、いっちゃ。どんてんって感じですね。ドーライドで釣れればいい。いやー、そうですね。まだキャットが当たりはあるんですよね。ここに行く係だするときは長めに。長めなんですね。はい、これがね、まあよく何回か動画出したんですけど、いいとこに通して、で
最初から開いてるんですか。みたいに、そういうお願いをしたんですけど、やらなくなんで、このかけ方なんですけど、ちょっとだけかける。そうするとですね、ちょっと分かりづらいかもしれない。ここがね、あんまりあるじゃないですか。はい。普通はここでまくって、あるじゃないですか。はい。じゃあ、分かりますかね。目がからなかった。あ、そっか。そこセルフガードといいますか、ガード付きを僕はなるべくフッキングの妨げになりやすいので、使いたくない。ということで、こういう巡り方を考えてみます。はい。飛ばしやすい。しばらくどうすかね、最後。来ました。これは、はい。はい。キャットじゃねえよな。あ、でかいっす、でかいっす。すごいジーディアス。このブランクの曲がり。おお、でかい。いやー、すごい。やったー。でかいカスビのこんな大きいの久しぶりっす。はい。てん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 。ありがとうございます。カスビでこんなの久しぶりです。てん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 。セクシーアンクルですよね。4インチですね。4インチセクシーアンクルのネコリグ、はい、青木さん仕様の針で、このグラビアスのベイトロッド初めて使わせてもらったんですけど、青木さんの竿ですけど、はい、ベイトフィネスで、これ2020のグラビアスってことでいいですよね。カウルがこのちょっと色が違うんで、サンプルとかプロトなんですけど、まああの製品直前のやつですね。超使いやすかったっす、はい、このサイズで今すげえ引かれたんですけど、ドラグがやっぱね、しっかりなって出てましたね。いやー、いいとこにかかってる。ファイトシーンもね、撮影されてるんですよね。そうですね、多分大丈夫。はい、G って言ってるかな、聞こえるかな。てん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 。嬉しい、カスミカウラでこのサイズ。ナイスミッシュです。ちょっとチラッとサイズだけ買ってもいいですか。はい。セクシーアンクルのカスミのゴムとバズは、こちらの CJ アンクルですね。41.2、1.5。1.5。ありがとうございます。いやー、あ、ダメですね。プラ中にこういうの釣っちゃダメなんですね。大丈夫です。当たりだけ取っとけって。はい、大丈夫です。すいません、じゃあ。です。よいしょ。この竿。この竿いいでしょ。これすごい使いやすいですね。いや、本当にね、なんか魚に負けない。本当に。多分コントロールできると思うんでね。あの、途中でドラグね、緩めてくれてましたけど、そんな緩めなくても結構。もうこの青木さんのセッティングで溜めとけば、上がってくる感じ。はい、そうですね。久しぶりのあの引きだったんで、ビビっちゃって。このセットでセクシーアンクルにネコリグ、まあ、全部青木さんのこの針とか重りとかは、あとニューチューブですね。あ、あとチューブ、はい、9月末か10月頭発売のジーニアスのシリコンチューブ、透明度がアップして、どこにあるか分かんないと思うね、今ね。ちょっとこれもいくつかサンプルをお預かりしたんで、はい、またちゃんとご説明したいと思います、はい。よかったら、この全作品と比べていただければどれぐらい違うか分かってくれると思うんで、青木さん、ありがとうございます。おめでとうございます。すげー。あの、ちょっとしたちょっとした変化に入れて引っ張ってきたら送ってくれました。よっしゃ。
よっしゃすごいすごい来たはい、てん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 来たー、はい、今の葛飾セクシアン41ネコリグです。うわ、はい、この新しいチューブがほら、なんかついてるのっていうようなチューブなんですけど、ほんと透明感が、そうなんですよ、ワームの色が発色が良くなって、強く薄くなってクリア感が、もういいことつくる、ありがとう、この調子で霞優勝ですね。なんかそんなごめんね。いや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 、霞っぽいバスで、この秘密言いましょうか。はい、バスアレルギーです。本当だよ、バス触れないんですよ。タックルの説明をお願いしていいですか。ボーさんと同じですよ。いやいやいや、まあ、じゃあ行きましょう。はい、まあ、ジーニアスプロジェクトプロとですね、これベイトフィネス、もうリアポでは60を頑張っていただいております。強いですよこれ、ビールはグラビアス2020年モデルの、ちょっとこれサンプル、ちょっと色が違います、ごめんなさい、まあ2020年モデルです。で、フロロカーボン8ポンドですね。はい、で、アリルがこれギジアのオリジナルフック、シャンクが長いやつですね。で、チューブはジーニアスがもうすぐ発売するシリコンチューブ、ネイル進化 1.8g のセクシーアンクル4インチです。ありがとうございます。ありがとうございます。青木プロお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、今日はいいの釣りましたね。いやー、もう北浦で魚なんてほんと久しぶり釣ったんで、しかも全部お借りしたタックルで、まあ、たまたまかもしれないですけどね。いやー、はい、それはちょっとぜひ、今話題のジーニアスプロジェクトですから、はい、今勝のサボとかもいろいろお手伝いされてるということで、まあ、はい、お手伝いさせていただいてます。またすごいのが出てますよ、はいはい、それはもう雑誌とかでいっぱい載ってるんで勉強中なんですけども、はい、ジーニアスプロジェクトのサボってことでいいんですけど、青木さんが持ってるのは。そして、まあ、ずっとねコツコツやってるんですけども、はい、まあ、いろんな仕事もありので、はい、ちょっと開発進んでない部分があるんですけど、まあ、これは完全にできただろう、これはよくできた竿、もうベイトフィネス、これで細かいデザインところをもう少し煮詰めそうですね。もうこのまま出てくるんですか。いや、もうちょっと色を考えながら、もうちょっとだけ、はい、はい、実はあの去年取材しに来た時にまだこれはちょっとまだ映さないでねっていうことだった、あのジグザグのガイドがついに今年から、はい、そうですね、一応まあ特許の出願も終わりまして、はい、キープキャストでの動画上げた後も知り合いから、はい、あれ飛距離どうなのとか、あの具体的にどういうメリットがあるのとかいろんな質問を受けたんで、はい、ちょっともう少し具体的に聞けたらなと、はい、まず飛距離なんですけども、まあ、あんま見たことないかな、スローの写真とか瞬間写真を見たのにラインってガイドに何ですか、ダダダダってなって出てるんですね、はい、ということは少々歪んでても抵抗は少ない。ただ僕の考え、まあ、皆さんも同じと思うピッチングした時は、ガイドによりラインが進むので少しは距離落ちるかなと、まあ、でもトルザイトとかの表面処理でツルツルな場合はまあ大丈夫だろうということですね。まあ、そのあとどんな効果があるのか、要は、まあ、こうなってますよね、普通のガイドこうしてるんです、うん、ということはこの真ん中の部分にラインがよりしっかり接触して、まあ、保持する、ガイドでラインを保持するということで、はいはい、一応あの実験動画もあるんですけども、はい、感度は 1.5 倍から 1.7 倍、まあ一応数値が出てまして、まあいいことつく、めっちゃいいことつく、まあ、もちろんこれをあの出しどころ、はい、巻物には必要あるのかと、はい、やらないかもしれないですけど、まあ、こう内物感度物にはまあ結構な効果があるガイドの設計です。今回あの実はこの前あの船に乗せてもらった時は、はい、
もし自分が使っていたら映ったりしたらなんないと思って青木さんの竿を借りないで自分用の竿で、はい、今回はもう公開してもいいよっていうことだったんで、はい、全部青木さんの竿を借りて釣りしたんですけども、実感としてはボート釣りで自分が必要な飛距離はもう全然問題なく、はい、そうジグザグなのとジグザグじゃないの両方全部やらせてもらいましたけど、はい、何も違いが感じられないぐらい、はい、飛距離の方は問題なくって感じたのと、ね、ただ感度は、まあ、言われてる成果もあるんですけど、でもそう感じながら実際にコントロールしてずっとやってると特にすごい感度いいなってのは感じたん で、まあ、でも条件もあるんですよ、やっぱりたくさんガイドを置かないとこの現象が起きにくいので、だからやっぱりちっちゃいガイドで置かないとたくさんだと重くなっちゃうので、はい、それもちょっと気をつけながらやらないといけないのと、まあセッティングの仕方も結構シビアになってくる、はい、ブランクの強度も必要になってくるということですね。今回自分は一日本当朝から夕方最後まで釣りさせてもらって、ただそんなに釣れてない今状況で、自分ワームでのあたり本当バスのあたり1回しかなかったと思うんです、はい、それが確実に感じ取れたのと、はい、あとまあそこの泥なのか石なのかの違いとか、あとは魚を乗した後のもう不安なく、はい、なんか保持してるだけで魚がグイーッと浮いてくるような、それはまあジグザグガイドとはまた関係ないかもしれないですけど、はい、竿トータルとしての扱いやすさっていうのがそうすごい良かったんで、まあ、僕のガイドセッティングの考え方で、まあ、ちゃんとブランクに仕事をさせてしてもらう、本当にそのガイド全部 の、 その曲がった時にですね、しっかり同じように当たるようにセッティングを施すんですね。そうすると無理なくカーボン、まあがブランクカーボンブランクの力が出るだろうと、まあ、そういう考えでやってまして、あとはまあその打ち物って簡単に言うんですけども、その魚の感度だけじゃなくて、その言われたようにそこの底質だとか今ウィードが外れたよとか機械外れたよとか全ての情報がやっぱり有利じゃないですか、まあ、そういう感度も上げてくれるんで、多分相当なアドバンテージが出るガイドセッティングだと思ってます。全部順調にいったらジーニアスプロジェクトのグラビアスの竿シリーズ、まあ、今手元で持ってるのは大体おいくらぐらいのライン、まだスピニングぐらいしかちょっと値段が出ないんですけど、はい、大体50,000円が多分 60UL とスピニングが出るんですけど、それでかもうちょっとだけ、まあ、6万円切るぐらいにはなると思うんですけども、トルーガイトがそれだけのみっちり特殊なセッティングでついてきて、で、まあ、6万円切るぐらい、まあ、5万円は超えちゃうかもなっていう。あともう一つ、その最初のスピニング2本出るんですけども、全てこれは誓って僕の手作りです。全部オール青木ハンドメイド。そうですね、まあ、50本では工場も使えないし、まあ、そんなにたくさん売れないだろうということで、丁寧にどんじゅんに作っていって、はい、皆さんにお渡していく、まあ、その、まあね、それがスピニングロックなんですけど、まあ、これなんですね、噂のポッキーと。ポッキーって自分よく今勝ブログとか読んでるんですけど、はい、そこで青木プロがなんかポッキーって何いつの間にか変わってきたような、プロとの段階っていうか、まあ、究極を目指しすぎまして、いっぱい売れたんですよ。で、まあ、自分からあポッキー焼きですって言ったらそれが拾っちゃいました。自分から言ったの？はい、自分から言いました。あまりにも折れて心が痛みがしました。自分釣りまで聞いたんですけど、今手元に持たれてるのはもうポッキーじゃなくなった。はい、ポッキーじゃないポッキーです。でもめちゃめちゃ軽いです。多分その何でしょうね、その最初に、まあ、自分のねこの竿を作るときにどこのか分かんない竿を買うわけないじゃないって僕も思うわけですよ。じゃあどうすればいいか、持っただけ、まあでもね店頭に並ばないからですけど、持つだけで何が違いが分かるかを目指しました。で
ガイドも12個ぐらい、12個ついてるんですけども、多分12個ついてると思えないぐらい軽い。ちなみに全部トルザイト、そうですね、全部トルザイトでいきます、はいはい、ストップはフランジっていう、はい、回り込んだトルザイトを選択してます、はいはい、まあまあグリップとかもねこだわり満載で、まあ、IPS っていうのにスケルトンっていうやつのフロントフード、普通はこの組み合わせはないんですけども、はい、これ独自で、後にこうしっかり力が入るようなグリップ形状ですね。前の方がちょっと太い。そうなんですよ。で、バランスが入るとシークはしやすくなるんですけども、いざ魚をかけた時にこう押してもらうと分かるんですけど、こう太いと力がすごい入るんですよ、はい、やっぱりやり取りが楽になると、そういうのがちょっとありまして、太めに作ってます。それも全部こだわりで、このシェイクも、まあ、ちょっと右ぐらいでも抜けない、まあ野球バットの容量といいますか、の理論といいますか、形を真似て作っています。まあまあ、トルザイトも一番高いやつっていうか、もう25倍一番でっかいやつ、まあ、一番高価なんですけども、それを選択して、まあ、これ2000番なんですけども、2500番でも対応できるようなガイド直径にしてます。そうですね、まあそんな感じで、まあ、本当に軽くてシェイクしてもちょっと、疲れないし、まあね、今さえ言うと R40 指定だ、40歳以上に勝ちなよ、これですね、はい、R40 若いやつに扱わせみたいなところはそこにあります。本当疲れない。ちょっと一度使っちゃうと、はい、なんか今までに戻りづらくなるなって思う、ね、結構ね、持たれてますよね、釣り子さんね、これは、はい、ちっちゃい毛の世界ってのは、ね、そういうことかと思って、で、まあ、チューブラーにこだわってもそこでして、軽さと感度、はい、で、まあ、ソリッドは、まあ、やれば折れなく作るのは簡単なんですけど、はいはい、まあ、中裏が実際勝負なんですよ。でソリッドがダメなことで、ソリッドはソリッドで出しどころなんで、うまくこう釣りに合わせて展開していただければ、より釣りの、ね、幅が広がってたくさん釣りになるかなっていうのが、はい、自分なりの解釈でいくと、はい、その最初期のポッキーロッドっていうのは、そのチューブラーの極限のレーシング仕様を見つめていったゆえに折れちゃうぐらい薄作りなところもあったかもしれないですけど、この製品バージョンであればそこのところの微調整が完了して、そのギリギリ限界っていうよりも、まあある程度懐の太さも出してくれて、でも感度と軽さとジグザグガイドの模型とかは全部入れるようになって、ジグザグガイドっていうのの、はい、その想定をブランクの向上はもちろんしてなかったわけですよ、ね、はい、で、まあ折れましたと、でこんなガイドセッティングをしてます、で、まあその提出としまして、じゃあやっぱりこう、まあ、こうなってるもこうガイドをやっぱりグッとちょっと押す形になるから折れるんじゃないかみたいなことを言われまして、はい、でその分ちょっと強く作りましょうかっていうことで、まあちょっと一応折れないポッキーでも繊細なんで、まあ、折れやすいとは思うんですけど、はい、そのまま使用に耐えうるポッキー色とか完成して、今回はだって船の上に初代その折れやすいとは言われていたポッキーロッドとこのほぼ製品版の最新バージョンであって、でも青木プロが巨大なナマズかけてたのってあれ折れやすい方って言われてる、巨大って言われてないですけど、まあ、まあまあ大きなナマズ、はい、まあまあでもあれで全然ね上げれてしまうんで、はい、まあまあやりようじゃやりようなんですけども、まあ、ね、本当にただ手放し使いやすいっていうことなんですけど、なんか、ね、売りたくないような売りたいような青木プロはどういう釣りで使うの、リブとかその重さとか想定してこれは仕上げられてる、ね、ダウンショットの進化がやっぱりメインの、まあ、番手だと思います、まあ、特にもうね、重りついてそこ取るのはすごい得意なそうなので、まあ内物ですかね、まあ、ジグヘッドはちょっともうちょっと硬い方がいいのかなとかね、いろいろ思いますけど、まあまあ人それぞれの使いどころなんで、自分なんかだと関東中心にやってるので今日1日使わせてもらって、ギザーは、まあ、亀山ダムとか千葉で人気のダムとかの真冬の釣り
でなあこんなもんだったらなあっていうのそうですね、なんか本当に感度がいいので、うん、そのなんて言うんでしょう、本当に感度がいいですよ、ただただ勝手な想像の話なんですけど、冬なんかのワカサギのボール見つけてそこに、まあ、レグワームのダウンショットとか定番の入れるんですけど、多分なんかこんだけ感度よかったらその魚の漏れの中さーってルアー落としたらそのプリンプリンって当たる感じとかまで感じれちゃうんじゃないですか。そうですね、まあ、一応ね、まあ、この実験で言うとやっぱり前もやってもらったと思うんですけど、テンションが緩い状態の当たりが感じれるっていうのが、はい、まあ、このジグザグガイド、もちろんあの一応パテントペンディング状態、それまあ衣装も特許も出してるんであれなんですけど、簡単には取っちゃダメって言ってたんですけど、まあ本当にすごい感度があるんですね。何かと、まあ感度だけじゃなくて今回の竿は軽いっていうのが凄まじく、みんな持ったらえって言ってくれるので、ね、本当になんかこうやっても嘘っぽいから。ね、あれなんですけども、そういった体が疲れないってところもある40度を決められるんですかね。まあね、特に、まあ、もちろん釣り子さんボートでね釣りすると思うんですけど、まあ皆さんもいろんな方がいらっしゃるんです。やっぱり釣り行ったら8時間ぐらいはずっと握ってるぜっていう人はおすすめですね。1時間とかね、2時間だったら結構重たい竿でもね我慢して使えちゃったりもするんですけど、まあ、トーナメンターね、例えば僕もね、今日霞何日目したっけ、まあ、4日目、まあ、4日間ずっとね、8時間ぐらいでね、毎日毎日やる、まあ、8時間じゃないな、もっと10時間ぐらいね、釣りしてるわけですから、もうしんどいですよね。僕、完全に右肘を一回壊してるんで、怖くて、そういうのでやっぱりこういうのが必要になってくる。まあ、かといってね、トルクがないかって思えばトルクも出すようになった。まあ、楽しみです。で、多分10月には多分ジーニアスウェブだけなんですけど売れると思うんですけど、サブタイトルっていうか竿の名前みたいなのはまだ、どうしましょう、ポッキーと今井さんにもらおうかなとちょっと思ったりもしますけど、そんな攻めた名前ポッキーでいっちゃう。あ、まあ、でも、ね、フラッグシップモデルとして、そうですね、今井さんにご相談を、はい、して了承得ればなんですけど、まあ、またあえて考えます。ポッキー1とかポッキー2とかになってくるでもね、ポッキーはね実際60、あんなことないか、 63L もちょっと折れたな確かね、ちゃんとやり直したら大丈夫です。 63L はまだもうちょっとかかるんですけど、 60L まず50本だけ発売します。今日一日ちょっと今年は暮らしていただいて、はい、あ、これが浦さんのポッキーロットかって褒めたんで、本当こうご期待、はい。ちなみにそのベイトモデルの方は、はい、自分は途上で写真とか見せてもらったんですけど、60アップとかボコボコに釣った、ボコボコとは言いません、まあ、全然いくらかは釣ってるようなサップで、でもね、これね、実はね、テストしてね、もう2年ぐらいになるんですよね。あ、はい、そう、自分ボートのしてもらった時は、高さんこれ見てくださいよ、いや、まだ公開はできないんですけどねって言って、確か積んであったと思う。そうです、あの時は、まっすぐのガイドをジグザグに変えた状態だから、何回もリメイクしてるんですよね。あ、まあ、そういうのがあって、まあ、思いになるさ、これはもう大好き。今日今手で持たれてるこの竿で自分も貴重な、はい、霞バス久しぶり、もう半年ぶりぐらいにようやく釣ったんで、でこんな面白い竿でちょっと釣らせてもらって飽きてよかったと思ったんですけども、まあでも本当に使いやすい、はい、もうね、パッケージも変えてあるんですけど、釣り人遊びの天才するための道具を一生懸命作るだけなんで、まあ、どんどんラインナップ、そのプラスブレードであるとか、はい、チューブ、サオン、はい、リール、どんどん総合メーカーみたいな、総合メーカーではなくルアーはやんないですよ。あ、そうか、ルアーはないです。その本物と、はい、
まあ、竿取り、はい、ちなみにあの横に今グラビアスに来てもらってます。プラスブレードまず、はい、本当に間違えたんですけど、ゴールドとシルバーとガンメタなんで、はい、今ゴールドゴールドガンメタなんですけど、はい、シルバーがあります。これ自分実際にあの使わせてもらってすごい面白い、まあ、いろんなものにつけられるのはもちろん好きなベイトを使っているんですけども、ね、はい、結構どうやったら買えるのってすごいあの周りの人に聞かれて、まあ、一応全国釣り具店には取り寄せはできるはずなんですけど、もしかしたらその釣り具屋さん自体が問屋さんに、はい、取ってないっていう、うん、まあ、メジャーじゃないので、もし気になったら最寄りの釣り具屋さんでジーニアスプロジェクトのプラスグレードっての入る、ね、言っていただければ、はい、まあもう本当最悪はジーニアスウェブからショップに飛べるんですけど、はい、全然あのお店に置いてもらうのもとてもよし、はい、これもあのさっき青木プロになんか60ぐらいの魚ぶら下がってる。ああ、そうです。あの見せてもらったんです。ちょっとギアウェーブってあの釣りビジョンさんの番組の前にですね、はい、だからいい写真撮りたいなと思って、はい、ビアポイント来まして、無理やりずっと投げてたら来たのが 62.5 って60ラッキーって。もうそこまで大きくなるとさすがにルアーはある程度選んでくってるんでしょうから、やっぱり効果あり、はい、そうですね、釣れましたね、嬉しいなって。で、写真ね、はい、あのギアウェーブに持っていけたんで、あ、よかったよかった、ビビります。で、グラビアス、あの2020モデルってことでギアウェーブとかいろんなところで、まあ自分の動画でも、はい、ちょいちょい、ありがとうございます、買い出してるんですけども、まず、はい、まあ右左なんですけど、はい、ハイギア、はい、スーパーハイギアが赤い 8.1:1、はい、で、まあ、うちではノーマルでハイギアになりますね。 7.3:1 が5で、まあ、ミディアムギアですね、まあ、一応ローギアになるんですけど、 6.6:1 がガンスモークっていう風に色をします、はい、と3色の左右、まあ、2020年モデルから BX が一応標準装備、前はね、すみません、いるかいらないかは買ってください。まあ、最初からついてます。まあ、変更点はあとスプールが見え共通なので、はい、全部ブラックに統一しちゃいます。前のはちょっとエッジのところで、エッジ色をつけたんですけども、はい、でも全然互換性があるので、はい、もうややこしいしと、はい、いうことで、ブラックにさせてもらいました。全体に黒の割合が多くなって、自分的にはあと上のカウル部分も黒っぽくなって、はい、あの引き締まった色合いになったなって、ね、ちっちゃく見えちゃうぐらいの勢いなんですけど、はいはい、まあ、まあまあ、あの基本は変わってないんですね。そうですね、基本は変わってないです、まあ、どん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 ブラッシュアップはしていってるんですけども、はい、まあね、いろいろ向上してる部分はありますが、はい、全然基本は基本性能は変わりません、はい、あのね、無振動マグネットブレーキがついて、僕のデザインのなんかギアがここにかかれる、はい、で、そしてこういう BHK とあの、まあ、前に出た、ガイダー、ガイダー、ガイダーじゃない、ウェルワインダー、はい、ちょっと前に出ております。で、メインフレームがある、左右が、カーボンということで強度を出した、はい、で、ウェイト約 172g、はい、3g かな、はい、これついてる、まあ、これ自体は 0.2g しかないので、はい、めちゃめちゃ軽いルアーキーパーですね、はい、まあ、本当にただただ使いますよ、ね、うん、まあ、ちょっとカットしてもらうかもしれないですけど、じゃあ僕がなぜリールを作ろうかなと、作ろうかなと作ったかね、やっぱり巨大メーカーがいっぱいある中、個人レベルでリールなんか作るの、もちろんそれは勝てる勝算が少し悪くない。じゃあまずなぜグラビアスが優れているのか、どこが優れているのか、簡単に言います。まずスプールにブレーキシステムがない。これどういうことかっていうと、スプールの軽量化が簡単にできます。やっぱりここにブレーキの仕組みがあるとスプールが重くなっちゃう。ということは、
初速も、ね、そう回転を止めるブレーキも強くかける必要があって無駄な消費してしまうね、距離がね、まあ、それがまず一つで、マグネットなんですけども、まあ、簡単なんですけど、均等配慮です。これどういうことかというと、この上をアルミの板が転がって発電されます。で例えば片方に寄っているブレーキとかあるんですけど、あれは全然すごい賢いんです。あれは寄せることによって時速密度っていうのが高まって磁力が上がるんです、パワーが出ます。でやっとそのスプールに対するブレーキ力が賄われた。ただ僕はバカなので強い磁石を作って均等配慮してるんですよ。ということは どういうことになるかというと、やっぱり発電してるってことは片方スプール片方で発電するとやっぱり押しちゃうと思うんですよ、スプール普通に考えると。でこれは、まあ、全体的に綺麗なやつですので、その綺麗な渦電流ができて、で結果、こう最後伸びるような放線を描くマグネットブレーキになったっていう、まあ、それが一番のねその利点なので、まあ一回使ってみるとね結構癖になると思う。でジーニアスウェブで売れてる台数ってまあまあまだ700台ぐらいなんですけども、実は購買人数がすごい少ないんですよ。それはなぜかというとリピーターだらけなんですよ。やっぱりね、やっぱそのどこのもんかわからない理由なんで、やっぱりみんな二の足を踏むのは当たり前だと思うんです。でまあそれを超えるぐらいの性能を発揮して皆さんに認めてもらうというのが僕の目標なので、しっかりやっていきたいなと。まあもちろんね、あの三原プロが今一番なので、ここがすごいですね。そうですね、もちろんプロ仕様なのっていう、もちろん本当ここ最近で考えると、あの釣り雑誌とか好きでいつも読んでますけど、はい、まあ例えば、まあ、自分シマノなんかも大好きで、はい、あの新しいの出たら買っちゃいますし、ダイバーはもちろんトーナメント志向からエントリーモデルまで各種ありますし、はい、まああとはテールウォークなんかは安いけど、まあいろんな例えば入門機として使ったり、まあ最近は上位機種も配置されてますけど、はい、で中級者向けで歌っている確か GPI とかアルカンセシリーズ、あれはそうですね、まあちょっとステップアップしようかななんていう人が、あのドタロっていうコンセプトでやってるみたいなんで、このグラビアスに関してはもうじゃあガチです。ガチなんですが、はい、多分田中さんも使っていただいてるのかと思うんですけど、はい、全然初級者も使いやすい。あのね、メグタスさんも、ああ、はいね、あんなに綺麗にピッチングができる。結構その前に使ってたリール、まあ、一緒に釣りに行って、はい、結構癖、まあ、バックラッシュで、まあはい、自分なんかが投げたらスーって投げれるんですけど、はい、あの初めてベイト始めるよっていう状態でやったら結構やっぱり糸が浮いちゃう、はい、バックラッシュするのが多くで、それ直すのがもう疲れちゃうからもう、はい、ベイトの釣り嫌いみたいになりだしてたんで、はい、そんでバックラッシュしづらいからちょっと投げてみって言ったら、まあそこ買ってましたけどね。そうですね、あの AI のリールって実はバックラッシュしづらいイコール飛んでないっていうのが多い、はい、今多いと言ってます、はいはい、こいつは違います。バックラッシュしづらいけど飛んでる。多分最初に投げると、はい、自分の思ったところより飛んでるんで、はい、一瞬焦るんですね、本当に。飛びすぎっていうのは良くないですけど、はい、まあ、そのうち簡単にコントロールできるようになるので、はい、これが当たり前ればこれが当たり前になります。はい、で最近あの一番グラビアスの中ではギア機能低い 6.5 対1のモデルに使い出して、本当あの小さな、まあそうですね、激技シャフトとか小さな布とかもシャロースプールで14ポンドラインとか太めの糸入れてもスーって投げやすいんで、非常に最近の自分の釣りでは助かってるんで、まあ例えば渓流とか雰囲気から入りたいななんて時は、軽かったの DFS とか丸型とか今でも使ってるんですけども、まあ、1日小さいプラグとかノンストレスで投げ切るぞってなると、そのギア機の低いモデル、はい、で今右巻きとか自分使ってますけど、本当トラブルレスなので、まあ、もっと投げたくなるようなものだなと思って、はい、あとまあこれはベイトフィネスから約2オンスぐらいは全然賄えてしまうリールなので、はい、本当に、まあ、フレーム合成から全て検証し直しやったやつなんで、あのだ結局何々を何々とは作ってないです。ただ僕ちゃんと正直に言うと
まあ、モンスターバイトは向いてないですね。あ、はい、もうそれこそね、タシャさんのコンクエストだとか、はい、リョーガだとか、アブサカ、ビッグシューター、はい、ああいうのがやっぱり向いてると思います。だから正直に、まあ、ニオンスまで、まあ、ニオンスまでもうちょっと投げてもいいですけど、好きにすれば、まあ、それこそね、モンスターベイだったらノブが絶対ちっちゃいんですよ。僕やっぱり経験してるんで、まあ、これノブでっかいんですけど、まあ、いけるんじゃないみたいな。でもやっぱりね、出しどころってありまして、ただうちはそう、これがベイトフィネス用です、これが普通です、これがパワーゲームですっていうのをラインナップはやめてます。本当にこのまま投げてます。もうブレーチスは優秀すぎて本当に投げれてしまうので、もうだからちょっとリールの話と脱線しちゃうんですけども、はい、あの今日使ったあのジグザグガイド群の竿なんかも、はい、あの飛距離どうなのって気になる方は、気になるところは従来の自分が使い慣れた通常の飛ぶに慣れてるんですが、例えばジグザグガイドだったらもうそれよりも感度の方が必要なんだっていうタイミングで、あとはできるだけ軽く握り込んで繊細な当たり取りたいっていう時に、例えばその専用のやつとか、はい、適材適所すごい、ね、あの青木さんのタックル群見てて、デザインは全部青木さん作ってるのになんとなく似てるんですけど、はい、それぞれのコンセプトがかなりこっちこっちガイドも変えてますね、実は、はい、適材適所で全部作られてるなと。僕も正直嘘ついたので売れたいと思ってない、うん、本当に絶対に、それだけは売れた方がいい。でもね、なんかゴリゴリに何でも投げれるんですよっていうほどそういうもんではないですよ。ただ軽いものはしっかり投げたら、重いものもしっかり投げる、ただそれだけです。自分の使ってる感じだと、たまたま巻物っぽいやつを手に入れたんで、さっきの話になりましたけど、はい、基本的に釣り子 TV の釣りでは、左巻きの内物の釣り、まあ、ライトテキサス、ジグスト、そっちの時はグラビアスって自分の中ではなんとなく今は73モデルをね、はい、使われてるんですけど、巻き速くしたい時は赤いハイギアとで、はい、内物って感じで本当トラブルしないんで、まあ、スキッピングっぽいオーバーハングの下とか入れやすいっていう感じの釣りの時はグラビアスって感じで使わせてもらってます。ありがとうございます。まあ、何ですか、ただ普通に使いやすいです。全部使いやすい。もう本当なんですよ。はい、まあね、トーナメント今頂点でミラーガットも使いやすいって言ってくれるし、ね、ムータさんみたいに、まあ、ベイト初心者なんですかね、あの、もう初心者ないと思うんですけど、もう使いやすいって言ってくれるし、そんなにいるです。今日本当の朝から晩までで、今深夜のロビー活動に突入してますが、深夜ですか。ありがとうございます。また引き続きですね、青木プロからちょいちょい情報を手に入れる釣り子 TV では、はい、情報をリークしていこうと思いますので、はい、ちなみに個人的な興味で聞くと、はい、ちょっとごめんなさい、話脱線しちゃうんですけど、はい、よく雑誌に載ってる今勝の竿なんかは、はい、情報は青木さん、ここは行っても大丈夫で、進捗状況とか、竿のなんか3本継ぎなんだとか雑誌では読んだんですけど、はい、イエローサイズなんかどんな、間もなく受注開始です。詳しくは、ね、はい、本当に間もなく受注開始です、はい、あんまり数はありません。あ、そうなんですか。はい、で、まあね、すごい三原君のこだわりを具現化したような竿で、かといって使い手を選ぶかっていうとそうでもなかったんですよ。はい、結構とんがったなんか特殊仕様なのかなとか、琵琶湖のレンジャーカップとかでね、試し投げをいろんな方にしていただいたんですけども、はいはい、あ、これ投げれる、まあ、フィッシングショーもね飾ってあったと思うんですけど、はい、使いやすいっていう感想が多かったですね。本当に事例で言うとギルロイドジュニア専用ロットみたいな、専用じゃ、まあ何でも使えるんですけど、まあ、専用ということで作ってるんですけども、まあまあビッグベイトとかミドル級ビッグベイトって、はい、キャストすると回っちゃうやつが多くないですかね、こうくる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 って、それが回らずと思うんです。はい、じゃあ狙ったところにシュートしやすいですね。そうですね、もうなんか三原君がすごい喜んでましたね、すごい、うん、もう間もなく多分最終のデザインとかが完成して、そうですね、バーッと出てきて受注開始、はい、そうですね、
で、あの今勝のホームページから買えるような形になりそうな予定です。予定ですね、はい。いやちょっとお高そうなんで自分はいけないかもしれないですけど、あれはあのトルザイトリングを使って、あれ全部トルザイトリング、はい、はい、そうですね、いろんなもうこだわりがいっぱい詰まったスペシャリティーなことです。はい、あ、すいません、そっちはすいません、個人的に気になったんで、はい、聞ける範囲で聞こうかなと思って聞いてみました、はい。というわけで、あの本日本当1日夜遅くまで遊んでいただきまして、どうもありがとうございます。